皆さん、こんばんは。さあ、みんなでワイワイディスコの窓をやってまいりました。イエーイ。ありがとうございます。なんとですね、ジャパンアクターズ TV での第1回を迎えることができました。皆さん、ありがとうございます。この番組は、夢を持つ人、頑張るあなたを応援するエンターテインメント情報発信番組です。毎回素敵なゲストをお迎えして、リツコとワイワイ楽しくお話をしていただきながら、ゲストの、素顔の魅力にいろいろ迫っていきたいなと思っています。今日もね、たくさんの素敵なゲストの心の窓をどんどん開けていただきたいと思っています。リツコの窓パーソナリティの新井リツコです。どうぞよろしくお願いします。まずですね、夢を持つ人を応援したいということだったんですけれども、まずね、今日このリツコの窓で、私新井リツコを知るという方も多いかと思うんですけれども、私も、役者の活動をさせていただいております。よくね、舞台とか、出たりとかね、お友達が見に来てくれたりとかした時に、リツさんの舞台を見て元気もらったよとか、あと何でしょうね、なんか普通の OL をやってるお友達とかがなんかね、ダンスバレエをね、習ってみたかったんだけどやってみようと思うとかね、なんか普通のもう結婚してる主婦のお友達のとかも、なんかつまんない生き方してたなみたいな、もっと楽しいこと探したいなみたいな、そういったね、こうメールをくれたりとかして、そういうこうやっぱりなんだろう、逆にね、私みたいにこう舞台に立つ人間もそうやってまた友達の舞台を見に行った時に、なんかこういう芝居やりたいなとか、私も頑張んなきゃなとか、元気をもらうっていうこともたくさんあったりします。そういうことでやっぱりね、こうそういう素敵な、私の周りにも素敵なお友達だったり、ね、ゲストの方を、そういった素敵な魅力的な人がいっぱいいるので、そういった方をお迎えして、このリツコの窓を通して、リツコも皆さんを応援しつつ、この番組を見てる人にも、元気や笑顔をお届けできたらいいなと思って、このリツコの窓を始めたいと思います。イエイイエイ。さあ、ということで、まず記念すべき第1回のゲストを紹介したいと思います。これはですね、私の共演した、ね、何度も共演しているお友達なんですけれども、さあ、早速行きましょう。望月涼子ちゃーん。おい、若杉涼子です。ごめんごめんごめん。混ざった。もう一回お願いします。はいはい。もう一回、もう一回。あ、もうね、やばいね。第1回だからね。第1回だから。いくつ？はい。どうぞ。若杉涼子ちゃーん。イエーイ。ありがとうございます。本当、第1回からもう大丈夫かも。やらかしたかも。ありがとうございます。ありがとうございます。第1回おめでとうございます。ありがとうございます。やったー。何これ？バームクーヘンです。リンゴのアップルクーヘンです。アップルクーヘンわ、これもしかして丸い？丸い。あ、見てもいいですか？そう、丸いよ。私ね、丸いものが大好きなの。え、そうなの？そう。ね、知ってる人もたくさんいるかと思う。そうなんだ。そうなんだ。リツコは丸いものが大好きなんです。ちょっと面白いものを見つけたので。まるまる一個じゃない？何これ？丸ごとのリンゴが使われている。いやー。ちょっと開けるんだ。開けちゃおうよ。せっかくだから、そう。でも開かないけど。開かない。青森メーカーっていう。青森行ったんですか？うん、違う。なんだっけ、アンテナショップ、東京にはいっぱいある。開かないです。はい。なんでバームクーヘン、このリンゴが入ってるとかですか？あとで、はい、そうです。まるまる。ありがとうございます。あとで美味しくいただきたいと思います。いただいてください。今日第1回ですよ。本当。記念すべき。なんかドキドキなんです。うん、呼んでいただいてありがとうございます。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。もうすごいね、すごい。すごい。よくさんね、記念な時に。ねえ、第1回記念なんですけども、まあね。うん、じゃあまず涼子ちゃんとの出会い、
出会いの、うんうん、あ今日ちょっと面白い写真を見つけたので1枚持ってきました。昔の写真を持ってきました。何持ってきたの？懐かしい一番最初に初めて会った時の写真です。出ますか？お願いします。はい、そうです。何これ？今から9年前の今、ね、真ん中にいるかっこいいのが荒井律子さんです。このね、あのヤンキーだったわけじゃないんですよ。レディースだったわけじゃないんですよ。そうです、レディースだったわけじゃないんです。そういう舞台の、そうですね。時の写真なんですけど。東京ジャンクシティという舞台でしたね。はい、あの、なんですかね。あのね、時代の。そうそうそう。ちょっとタイムスリップを。タイムをもじって、こうね。ね、あの当時の、そう、本当のね、そのエンペラー。もうこの写真のりっちゃんがかっこよくて大好きなんですよ。私はね、特攻隊長の役だったんですよね。めちゃくちゃかっこいい。で、もうりっちゃんファンのためにと思って。あちょっと9年前ですよ。すごいですね。9年前のりっちゃん。これは、りょうくちゃん後ろにいる、ヌンチャク持っているのがりょうくちゃん。あちまき巻いて。懐かしい。もういいです。はい、もういいです。もうやめてください。はい、これちょっと懐かしすぎますね。もういいですってば。ありがとうございます。ありがとうございました。こんなね、若い時期頃頑張ったね、はいはいはい、もうあの頃なんか覚えてる、うん、私ね、すごい特攻隊長だったんですよ、うん、で、りょうこちゃんがすごい無口な、クールな、あのねずっとガム噛んでるんだよね、こうやってそうなんです。すっごい端っこでガム噛んでる。で、なんか裏切るんですよ、りょうこちゃんが。そのね、チームをね、チームを裏切ると。で、私はもう特攻隊長だから一番に手が出るタイプで、うん、で、それをこうりょうこちゃんが裏切ったっていうのを分かって、おらー壁に、あったね、こう壁にやってやってやって、裏切ったのかすっごい熱い芝居があったんですけど、ね、結構ね、こう、りょうこちゃんの見た目ね、おしとやかで、こうね、優しい感じするじゃないですか。ぐっぐっ、こうね、こう、ビビりながらも、こらえて、ずっと見られる、ね、睨んでるだけっていう。でも手は出さない。そうそう、だんだん仲良くなってきて、そこね、私に負けないぐらいの目力で。やってね、あれがあったからなんか仲良くなったよね。ね、仲良くなりましたよね。それからね、何本か、うん、共演しましたね。しましたね。いろいろありましたね。ほら、神楽坂のアトリエ公演でやった、女の子の4人芝居。はいはい、わかりました。あれはなんていう、あれでしたっけ？健康女。あ、健康女。なんか4人の女の子がいて、りょうこちゃんのお友達でみんな集まって、女の子が9人、そうそうそう、あ、違う、4人で、4人だった。うん。増えちゃった。ね、なんか、クリスマスパーティーをするんですよね。っていう。4人、ね、友達呼んで。あれ、濃かった。ね、ちょっと面白かったですね、いろいろあって。でもやっぱ、そうじゃ、寡黙な女の子の役って多くない？そう考えると。あともう一個。新宿の、ね、今、アップル、シアターアップルでやった舞台でも共演してて、その時はね、ありましたね、女学生のセーラー服着てましたね。女学生のやつ、2人してこう三つ編みしてセーラー服着てごめんなさいみたいな、セーラー服に持ってきてで、踊りましたね、踊りましたね、あの小間劇前を歩きました、踊りましたね、恥ずかしかった。女学生だよね、やってたんで、その後にストリッパーの格好するんですよね。現代と過去がやっぱり入れ違うお話で、現代のその本当のね、うん、そういうポールダンサーの女の子がいて、うん、そのお店で働く女の子ということで、このりょうこさんが、いや、もうリッチャーの方がセクシーダンスをね、リッチャーの方がメインだったから、まあね、リッチャーの方がすごかった。いや、バラバラのセクシーな、それは何か貴重ですよね、なんかみんなに見せてあげたいぐらい、りょうこちゃん、もうね、そういう役もね、これもやめようね、残念ながら、そうね、あんまり昔をお見せするのは、そうなんですか？はい、じゃあ、はい。じゃあ、よろしいですか？はい。今回はね、りょうこちゃん舞台に出演するということで、はい、今、はい、この稽古中。はい、そうです。はい。6月の29、30、7月の1日に、うん、築地本願寺ブジストホールで、エンドレスヒルズという舞台をやります。おー、すごい。かっこいいですね、このチラシ。はい、一回映像で出ますかね。はーい、見てください。かっこいいですね、はい、うわ、目に見えるもの光にあらず、目に見えぬもの闇にあらず、ありがとうございます。エンドレスありがとうございます。ちょっと今日はこの、はい、メインキャストの方々と、はい、方々が
と、なんと、作演出の大月さんを、大月さんも一緒にいらして、りっちゃんのために、あ第1回のりっちゃんのために、大変忙しい方々を、あわざわざ集めました。すごいすごい、はい、やったー、大変ですよ。本当に、今日たくさん、ね、あの方たち集めるの大変なんだから。そうなの？そうなんだから。すごい、りょうこちゃん。りっちゃんのために。ありがとうございます。はい、じゃあ早速、なんでね、あの素敵なゲストの方々を、はい、すごい人だったんでしょ？もう超緊張するよ。大丈夫。どうしたらいい？もう大丈夫。はい、それしましたから。そうだね。もうまたなんかやらかすかもしれない。大丈夫、止めるから大丈夫。頑張ります、頑張るぞ。さ、それでは、早速、お呼びしたいと思います。はい。じゃあ、はい。一人ずつお呼びした方がよろしいですか？はい、じゃあ、今回の作演出、大月さん。お願いします。大月英二さんでーす。どうぞどうぞ。一人ずつこれ、ちょっと軽く、ツーショット。あ、そうだよ、皆さん。家族です。よろしくお願いします。どうもー。です。巻いてね、巻いてください。ありがとうございます。たっぷり時間ありますけども。はい。それから、和田圭一さん。和田といいます。どうも、お邪魔してまーす。すごいすごい。いっぱい来てくれました。そして、福田義弘さん。福田でーす。こんばんはー。ありがとうございます。イケメンがいっぱい。どうしましょう。りょうこちゃんも座っていただいて。なんか、ごめん、ちょっと。うん。なんかね、監督を囲んで、なんかやらしい席みたいになってました。はい。じゃあ、今回の、作演出、大月さんのご紹介をからさせていただきたいと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。今回の舞台、はい、こちらの作演出をされている、はい。でも、本当は映画監督。そうですね、はい、映像の方メインでやってますね。で今回はなんと舞台をやるのは15年ぶりなんでさっきはお話ししてくださったのに打ち合わせ通りに打ち合わせ通りに15年ぶりに舞台に関わる。15年ぶりぐらいですかね。ちょっと本当忘れるぐらい。じゃずっと映画ですとか映像を撮っていらっしゃって、はい、今回1回やったんですけれども、はい、もっと舞台なんかやるかえ、そうなんですか、それであらまあらま面白い、それでずっと封印してたんですけれども、はあ、まあでもちょっとある理由がありまして、はあ、ここは一つ頑張ってみようかと、お名前を奮い立たせまして今回やることになったという。なるほど。ちょっとそのもっとねぐいぐいと後ろの方まで後からまた行こうかなと思うんですが、本当ですか。でもどうしてじゃあどうして今回、じゃあここ、そこね、あえて封印してたのを、あえて出してた。もともと、その舞台っていうのは、映像、最初の舞台は映像の演出家として、じゃあ舞台に映像を持ち込もうっていうところから始まったんですよ。舞台に映像を持ち込もう。うん、もう15年前っていうか、まず、はい、ちょっと前、うん、で。その当時は映像を舞台で使ってるっていうのは本当なくて、うん、で、ああ、そうですよね。うん、それでちょっと先駆けだったんですが、はい、とにかく大変だったんですね。あの制作演出もしつつ、いろんなもう僕より年上の俳優もいっぱいいたし、ね、もうかなりこう精神的に参っちゃって、で嫌だなと思ってたんですが、はい、その舞台の時のこうライブ感というかその感動というのはやっぱり映像を作ってる時の、映像を作り終わっても誰が見てるかわからないじゃないですか。でどういう感想だって言うか、よかったよとかその程度で、目の前で涙流してよかったよなんていう人はいないじゃないですか。舞台だとね、はい、その辺がお客さんの反応とかが、まさにそれなんですね、まさに生でダイレクトに。そういうあのちょっとドラッグに近いような、速攻の道に入っちゃったら抜けられないような感動だったりとかね、発見だったりとかがあると。そうですね、皆さんもそう、そこでやってるんですもんね。そうですね、もう舞台大好き。そう、それをちょっともう一回思い出してと思ってたんですけれども、はい、たまたまその今回主演の和興さんが声かけてくださって、はい、30周年何かやりたいんだけどっていうのをもう1年以上前から言ってて、じゃあちょっと映像が舞台かって言ったら今舞台の方力入れてるから舞台をやりたいんだ、うん、でいろいろ企画もあったんですけども、はい、すごい優しい言葉で、うん、大月さんの好きなものをやりなさいよと、うん、で言ってくださって、それでじゃあ企画を考えてやりましょうと、
ね、ところが、まあ、いろいろ紆余曲折ありまして、いろんな企画もボツになったんですけれども、はい、じゃあな、この和興さんっていう人はどういう人なのかっていうことを考えたら、うんうんうん、やっぱりそのヒーロー、まあ、知ってる人も知らない人もいると思いますけど、昔は、ほとんど知らないほとんど知らないんじゃないですか。そんなことないです。じゃあちょっとね、一人ずつちょっとぐいぐいと行きたいと思います。そんな、芸能30周年記念、今回のね、舞台の、この和興さん。はい、和興さん。はい、おめでとうございます。30周年。おめでとうございます。すごい記念です。30周年。いや、なんとですね、私の方から紹介させていただいてもよろしいですか？はい、和興さんは、1985年、電撃戦隊ケンジマンの、ハヤテ、翔役、ケンジグリオン。グリオン、グリオン、違う。そこを間違えちゃう。さっきね、あんなに練習したのに。チェンジグリポ。ポンって言った。おめでとう、言えたじゃない。言えたじゃないですか。スマートフォンじゃないんですか。あ、そうですね。で、2012年の海賊戦隊ゴーカイジャーで27年ぶりに、ハヤテ翔を演じた。すごいですね。ええ、とんでもないですよ、もう本当に。おかげさまで。え、なんですか。なんだと思ったんですか。言ってくださいよ。なんなんです。じゃなかった。あまり聞いたくない。とか言ってない。言ってないですよ。さっき言ってないです。言ってないですよ。言ってないですよ。失敗じゃない。ね、でもさ、っていうことは27年前にそのヒーローをやってらっしゃった。そうですね。四半世紀、約四半世紀前に崖から飛び降りたり、うん、海に飛び込ます。飛び込んだりやらせていただいておりました。うん、ええ、で私昨日、無我夢中、あ、ごめんなさい。いや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 、どうぞどうぞ。なんかね、私のね、お友達からの情報では、はい、汗かいてるんですよ。汗かきなんです。そうするとね、変な汗が出てる。なんかね、チェンジマンっていうのは、スーパー戦隊の中では、一番放送話数が多いんです。いや、そったらことないと思いますね。52話ぐらいだからね。なんで黙ってんの？あれ、あれだから。まあ、前回と比べても多いんだって言ってました。あ、そうなんだ。ってこと、第2期でも、ね。いや、皆様のおかげでございますから、本当にもう、私一人だって、とんでもないですから、スタッフ様がいての、ね、僕らだからね、やっぱり、影の方たちがいて、ね。目に見えぬものを闇にあらずですね。関係ないですね、全然ね。なんて言うんですか、その、縁の下の力持ちのスタッフの方のおかげで、まあ、今日までなんとか芸能生活を。笑ってます。痛風だからしょうがない。ああ、言っちゃった言っちゃった。疾風じゃなくて、早手、早手。痛風。痛風症。ダメだ、言っちゃった。私が言ったらいけないと思ったけど。まあ、そんな、ちょっと、お茶目の一面を見せてくださった和田圭一さん。和田圭一さん、和田圭一さんに参ります。すみません。普通なのに当たっちゃった。全然大丈夫。じゃない。後で。和田圭一さんのご紹介をしたいと思います。はい、和田圭一さんはなんと1993年五星戦隊大レンジャーで天下星ようやく。リュウレンジャーだった。なんか違う感じになってる。盛り上がんないっすね。あ、そっか、ダメですかね。なんとですね、海賊戦隊ゴーカイジャー第33話にて、再び、ようやくでゲスト出演もされているということで。はい。させていただきましたよ、もう久しぶりに。それってどうなんですか、和興さんもそうなんですけども、はい、今の戦隊ものと、こう、また、当時の役で参加されたわけじゃないですか、今回。あのね、和田さんの場合は昔とほぼ変わんないんですよ、肉体的にも、こう。あ、でも本当に変わらない。イケメンの。髪型も変わって。髪型の件はあんまり変わらない。やっぱり四半世紀経って髪型が真っ黒で、シャンサだとそれバカだと思いますよ。え、だけど和田さんはこんなに渋く。育ちながらそういう涙目で笑いながら言うのやめてくださいよ。いまだにかっこいいですよ。もう、家族と背高くって。歩くしかない状態だな。いやいや、そんなことない。和田さんのことなんで。いやいや。え、じゃあ、お二人、どうでした今回、うん。だからね、和田さんなんか、そういうそのまんまでみんな、ああ、大レンジャーだって思うけど、僕の場合はね、やっぱりね、あれ本当に早く翔だったのみたいな、
嘘でしょみたいな、早田翔じゃない、嘘でしょつまんない、つまんないよね、本当につまんないよね、この後どうしましょう、じゃあ役とやっときましょうかね、はい、でもね、和之さんね、本当素敵な楽しい方ですね、主演ですからね、馬鹿にしちゃいけません、今回そうですね、30周年です、和田さんはどうでした、今回参加されて、その現代のヒーローたちと一緒に、またその同じ当時のヒーローとして参加して、いかがでしたか？いや、まあ、久しぶりにですね、まあ、僕、最初、ちょっと映画の方で、ちょっと早く、はい、テレビシリーズはちょっと早めに出させていただいたんですけど、そっちの方でちょっと全く戦えないし、うん、練習もできないしっていう設定で、はい、まあ、やっぱり、あなんか動いてきた。まあまあ、ちょっとヒーローであるからにはちょっとそこら辺はちょっとこうフラストレーションあったんですけど、テレビシリーズの方で、まあ、思う存分暴れさせていただきましたので、ありがたいことに、おお、もう最高でしたね、本当ありがとうございます、素敵な、なんか全然もうこっちの方に期待したけど、待ち望んでたヒーローのなんかやっぱり、ね、皆さんの素敵な声をね、嬉しく聞きたいなと思って、ちょっと言いましたので、じゃあ、お待たせいたしました。ファンの皆様、福田義弘さんを紹介します。待ってましたよ。よっ、福ちゃん。聞いてください。1996年、激闘戦隊、カーレンジャーに、上杉みのり役、グリーンレーサーで出演。なんと、これも私のお友達情報からなんですけれども、戦隊シリーズではコミカル度ナンバーワンでしたよね。戦う交通安全って名乗ってましたし、そうですね、コミカル度っていうか、いい加減度一番じゃないですかね、多分。しかも、グリーンレーサーは歴代のグリーンの中で唯一関西弁でした。すごいでしょ？関西弁今じゃないですね。今関西弁じゃないですね。ああ、あれは役ですからね。って言ったら、あれですよね、夢壊しますよね。でもね、役者ですよね、その役のために関西弁っていうキャラ、まあ、役だから、そうそう、オーディションやってて、もともと関西弁ではじゃなかったんだけど、そうなんですね。で、全く子供番組に興味がない頃で、その方言を喋ってたのが、ダメなの？いや、マジですか？いいんですか？そんな。どうせ僕がやるんだったら、26歳だった。そうそうそう、大阪出身だったんで、大阪出身だった。ちょっと方言でやってもいい？って言ったら、若干こう間がありまして、方言って、一番初代のゴレンジャーのキレンジャーさんが熊本弁を喋って以来ないんですよ。だから多分そこら辺触れちゃいけないところだったのかもしれないんだけど、でもなんか通っちゃって、で、なんかそんないい加減なことになりましたね。やっぱりその皆さんヒーローっていうのはオーディションで選ばれるんですか？うん、オーディションに行きましたね。それを一緒にしたで、2時のオーディション、面接、はあ、いろんなお偉いさんの前でバーッと立ったところで台本を出されて、それから4ヶ月待たされましたね。へえ、あ、そうなんですか。で、もう田舎は東北なんですけど、帰ろうと思ってたんですよ。へえ。そしたら、やった、決まったってなって、それがなければ、今頃、宮城県の仙台で、多分スナックのマスターやってると思いますから、ね。本当、ですから、本当に。運命の分かれ道だったっていう。それがなければ、こう、本日のこの席もないですし、ね。やっぱりそのオーディションに受かって、ヒーローとして、やっぱ1年間活動するっていう風になるわけじゃないですか。そのやっぱりこう当時若く若い今でもね、まだ違うから、聞いたいのまで聞いてください。そうね、大人の常識だとか業界のこととかね、やっぱりほらこうね、オーディションで選ばれた若手だったりするわけじゃないですか。でこんな怖い顔で見てるんですか？いや全然。なんかその赤造ですかね。1年間そのヒーローを演じるにあたって、なんていうか、プロデューサーだとかそのスタッフの方にこう注意、これは注意しろって言われてたこととかっていうのあるんですか？ありますよ。
あのパチンコ屋入るときは分かんないように入るって。あと子供の前ではタバコ吸うなって。そういうのあるんですね。ロケバスの裏にわざわざこうやって回ってこうちっちゃくタバコ吸ってるのに、あー、タバコ吸ってるとか言われる。夢やっぱ壊しちゃいけないっていうのがやっぱあるんですね。そういうのありますか？僕はあんまり覚えてないですね。家族さんどうですか？覚えてないじゃないの。ちゃんと覚えてますよ。僕はね、結構平気で吸ってましたね。特に上からそういうので何も、僕の場合は、ね、頼むから、その当時、河合宏っていう芸名を使わせていただいたんですけど、めっちゃイケメン。頼むから、あの、河合、頼むからもう本当これ以上遅刻だけはすんなっていう人だけですね。今と一緒だね。で、大月さんはどうでした？僕は関係ないですよ。あ、そうですよね。監督さんですね。すごいテカってますね。でもいい感じ。当てて飛ばしてください。私たち。メスさん呼びましょうか。それでですね、もう一個ね、じゃあいろいろどんどん行きたいと思うんですけど、当時の飛びまくってください。興奮しまくってます。それでテカってるんですか？あ、すいません。当時のアクションシーンで、この時は、いいなぁね。当時のアクションシーンで、この時はちょっとやばかったなぁっていう、今が覚えてるシーンはありますか？なんか結構あの、私、皆さんのあの映像とかちょっと勉強で見させてもらったら、はね、結構、すごいヘリコプターの上から飛び降りたりとか。風吹さん、まあ、かわいい。本当に見てないでしょ。見てる。私のなんて、あれに貼っ付けてあります。フェイスブックに。あれってなんだっけ？フェイスブックに。やっぱりですね。あのでもこれアクションあるじゃないですか。アクション。あるよね、アクション。撮影始まっての、その、第1話のその、一発目がやっぱりすごい緊張しましたね。ね、聞いてますもう、いっぱいいろんなとこからなんか、声が飛んでくるよ。1話。はい。1話です。何の？僕はですね、まあいろいろありますけど、まあ、僕でも。出せないよね。これ渡されてもね、家族さん、家族さんって写真はね、うん、持ってきてくれたんですけど。これアップで見る感じですか？あれ、プロマイドかなんかですか？プロマイド。家族さんのプロマイドだって。これは見れるんですか？あの、今ご覧になってる方は。ちょっと見ながら入ります。あ、じゃあ。ちょっと大月さんお願いします。これが、あ、出た、出た、かっこいい、かっこいい、これ今ツールだからね、河合宏の頃、超かっこいいですよ。でも本当かっこいいですね。これ30万のちょっと前ですね。あ、プロマイドちょっと、マルベル堂にあったんですよね。浅草にあるマルベル堂さん、そういう、いつまで出しといたらいい。ありがとうございます、家族さん、本当ありがとうございます。見入っちゃいましたね。そういう時もあったんです。あります、なんかこれやばかったな。でもダメですよ、この頃は。本当にもう、あのこの後ですよ、本当に世間知らずの、もう本当のクソガキですからね。どうしようもない、まあ今ただのクソヤジですけど、変わんないだろうってその後ですよ。大月さんと出会って、いろいろその映像の、そんなにさ、当時カメラ前でのそのいろんなその心得とか教えていただいて、じゃあヒロセンターものに関わってらっしゃった？関わってないですよ。その後に出会うんですね。で、和田さん、和田さんと一緒にその大月組で撮影させていただいている中で、こう友達、まあ、知り合いになっていって、その大月さんが、うん、今 YouTube とかで流れてる大月さんが撮った映像があるんですけど、うん、それのアンタのチャンネルや一部をちょっと流してもらってもいいですね。え、何それ？さっきこれ、15年ぐらい前です。15年前。え、これ右が和夫さん。サングラスの方が和夫さんで、その隣が福田さん。これで20代ですよ。福田さん、すごい、うんうん、何がメンズノンノのモデルみたい。あ、なんか、これからもカーレンジャーの前。前。うわぁ、これ何？ねえねえ。あ、メモってる？なんか、そんな感じ。すごい、いい感じですよね、実は。ほんと？これ、大月さんが撮影された映像の。あ、メモってる。どっちがアメモってるって言ってるの？
家族さん、家族さんが持っていいよ、お前この服気に入ったろうって言ってこれいくらで買ったろ俺はね、この劇中で俺がこの福田にこのジャンバーを渡したんですよ、うん、なかなか似合ってんじゃないかって思ってるし、あ、もらっていいんすか、知ってんすかね、実はこれ僕刑事役なんですよ、あ、刑事なんですね、潜入捜査してる刑事役で、でわざとこういう格好をしてるんです、なるほど、え、まだ終わるんですか他の映像、これだけとりあえず、なんだよもっと見たいもっと見たいワンダーワンダーの何もっと見たい、和田さんのとかも見たいすいません、時間がない、じゃあそんな和田さんに質問あるんですけど、はい、いいですか、はい、なんと、大レンジャーの最終回は、はい、スマステの戦隊特集でも取り上げられたというくらい有名なんですが、見なかったんで、あごめんなさい、取り上げられたらしいですよ終わっちゃう、最終回、でも最終回は覚えてらっしゃいますか、どんなだっけ、そんなわけないじゃないですか覚えてますよ、もちろん、でそのああいう最終回はどのように感じますか、ご質問をいただいております、なんか試されてるみたいで怖いな、それああいう最終回、どういう最終回、どういう最終回だったんだろう、聞き合いましょうかね、知らない方もいらっしゃるかと思うので、どんな最終回だったんでしょう、いやーまあちょっと切ない、いやいや切なくはないですけど、ちょっと強引っていうとあれですけど、ね、うん、っていう、こうバタバタどう言ってんのかな最終回ですね、いやでもちょっとあの敵と、まあ、悪者がいるわけですよ、はい、ゴーマっていう、はい、でそれがそんなっていう終わり方で行ったのと、そこから50年経ったまた後半のちょっと下りがあるわけですよ、はい、どっちのことを言ってるのかな、だか孫が出てきてまたこう時代は繰り返されるんだっていうようなのがあったんですけど、できた時代が飛んでその後みたいな終わり方を、まあ、あのおじいちゃんたちになってみんな5人が出てくるわけですよね、老けメイクして、ここマジやーとかって言うわけですよ。そこら辺のことを言ってんのかな、それとも。え、そんなキャラだっけ？いやいやいや、うん、言ってる。え、でも、レッドですよね。うん、え、何か？何かご不満でも。レッド。まあ、これを見ればわかりますよ、エンドレスシリーズ。で、どう思ったか。絶対わかんねえよ。どう思ったかだって、藤田さんがどう思ったかって。どのように感じましたかって。藤田さんね、また。あ、和田さんが。俺、答えじゃない。答えし。でも、福さんの質問か。でもね、出てるんですよね、実は。あ、ちょっとだけね。実は、その、前の大レンジャーに。じゃあ、そのシーンをちょっと。じゃあ、ないの。ないです。なんとね、その、日、ね、名前覚えようよ、まずさ。福田さんがヒーローになる前に、実は大レンジャーにゲスト出演をしていたっていう、知らない人もいるかもしれないじゃないですか。崖から落っこって、クジャクに助けられちゃったえ、すごい、本当ですか。そう、全然覚えてないんだけど、そう。覚えてないんですか、その時。その時自分がヒーローにその後なると思ってます。全然。だって俺、子供番組嫌いだったもの。いや、だってオーディション行った。オーディション行ったの。違う、それはマネージャーが勝手に出しちゃったんだもん。僕はあの時この人なるなって思ってた。間違いない。やっぱり。出してました、これ。3年後ぐらいになりそうだな。実りそうだな。何ごめんなさい偉そうに言ってすみません、じゃあそれぞれ、はい、やっぱりあの歴代それぞれ年代が違うと思うんですけど、皆さんから見てこの和光さんのやつ、和光さんとんかつ屋じゃないんだから、あれカズオさん、このネタももうまだごめんね、あ、ネタバラシいろいろ、ちょっと後でごめんなさい、カズオさんもう今やだ、それナルマスの近くですか、まあ、それまた後を用意して紹介したいと思うんですけど、え、カズオさんのチェンジマンを皆さんはどう思われます、いや別にどうも思ってないよね、どう感じてますか、なんかやっぱり、ね、別にそれはやっぱ夜チェンジされるのはそうそう、未だにチェンジマンだから本当に酒飲んだらめちゃめちゃチェンジマンだからもう今酒飲めないですからね、普通なんですね私もね一緒に飲んだことあるどんなチェンジっぷりでしたチェンジマンでしたブラックなチェンジマンだったでしょ、やっぱりダークな、ね、楽しいチェンジマンです、闇のようで闇でないエンドレスヒルズ差し込んできましたね、
はい、じゃあぶっちゃけ今ちょっと楽しい感じなんで、あのどさくさに紛れて聞こうと思うんですけれども、うん、戦隊ものってやっぱね、ピンクとかね、なんか女性のキャラクターとかあると思うんですが、うん、戦隊ものの中で戦隊内恋愛っていうのある、あったりするんですか？さりげなくすごいところをしましたね。あの僕の時は年齢すごい離れたんですよ。あの高校卒業したての子がイエローピンクだったんで、うちもでしょ、うん、全然なんかもうよしよしみたいな感じの子で。戦隊内恋愛とかあったんですか？あるわけないじゃないですか。仕事場ですよ。何をおっしゃってんのか。仕事場はないです。仕事場でそんなのあるわけ。夜ですよ、夜。卒業後とか。夜チェンジ。夜チェンジ。大丈夫ですか？いつまで経ってもチェンジマンだよ。いつもどこでもチェンジマン。どうしてチェンジマンですね。でも、いまだにチェンジマン。今、二人でもチェンジマン。遠隔でいるぞね。じゃあ、なんか。どこまでも登っちゃうっていう感じですね。そんなこんな、あれですけど、あの、ね、あれですよ。はい。そんな、まとめにくい感じにしちゃいました。ね、僕いるのここに。舞台の話お願いします。これ大丈夫ですか、稽古場。こんな楽しい感じで。いや、大変ですよ、ね、稽古場は。どうしてこうヒーロー。みんな好き勝手にやるから。これ、皆さん。いや、ほんとそうですよね。いつもたじたじなんですけど。で、このチラシがやっぱそうですよね。和沖さん。チェンジするから怖くてね。熊田さん、福田さんっていうすごいかっこいいチラシなんですけれども。ね、こちら。ね、これが。やっぱヒーロー。あ、今出てますね、この。なんでこの、まあ、ね、ヒーロー。この写真は僕が撮ったんです。綺麗、かっこいいですよ。かっこいいですね。モデル僕たちとてもあの、はい、地毛ですか？これは地毛です。一応やですね。チリチリですね。全然だ、そんなことないですって。なんでスルーしてんの？だって和沢さんなんかこう布を巻いてますから。そうですね。これ忍者じゃないですか、ね。じゃああの大内さん、今回作演ということなんですけど、どんなお話かざっくりでも教えていただいてもいいですか。ざっくりですか。はい。ざっくりは注目する話です。そうですね。太陽が消滅した。太陽が消滅した。うん、と言われて、つばかですね。言われている世界ですね。ほうほう、はい。そこでこの人たちは地下にその生活の場を求めて、はい、それから300年経った地下世界、近未来的な、近未来ですね、政府ですね。なるほど。まあ、せっかくのそのさっき途中になっちゃいましたけど、はい、3人のヒーローが集まったならば、やはりそういうような題材で作品を作っていったらどうかという、そういうところが発端だったんですね。今回のこれ、芸能30周年の和沢さんがやっぱ主役ということで、和田さん、福田さんはどのような役になるのか。和沢さん、ピエロ。僕らチェンジできないチェンジできない。なんか引き立て役です。なんか和田さんスイッチ入ってきましたね。和田さんもチェンジマンですか。すいません、ビエロください。和田さん、福田さんも、ファンにとって期待を裏切らない、うん、役のところになる。かっこいいですよ。はい、あ、そうなんですか。なんか黙っちゃいました。それプラス、うん、期待以上の、うん、見たことない2人、さらに和沖さんのそのねえ、和沖さんの芝居かっこいいですからね。深み、そこをちょっと見てほしい。そしてちゃんのアクション、ありがとうございます。涼子ちゃんの、私さっき話したときにね、紹介し忘れてますけど。いいよ、別にもういい。もういい。涼子ちゃんはね、本当盾とかが本当にプロフェッショナルで、はい、盾ってわかりますかね？刀、演武、演武涼子。ここでもやっぱり盾とかのシーンもあるんですか、涼子ちゃん？盾はないんですけど、アクションは、アクションが。シーンでアクションもあるので、ね、ほんとね、見かけはこんなおっとりした感じなんですけど、ほんと殴られたら痛いですよ。殴りませんから大丈夫です。殴られてないです。殴りません。で、かっこいいですよね、大先輩ですから、大先輩ですから。シーンと初頭の時、賑やかだったのに。ミニスカートで出るんですか？いや、出ないですよ。出ない。そこ大事ですか？そこちょっと。あの、パンチラーあるよ。涼子ちゃん、ミニスカート履いてるね。今ですか、それ。今
こんな感じなんですね。見どころ的にはこの今回大月さんがこう伝えたいメッセージみたいなのも、はい、あ、そうね、ネタバレになっちゃうかもなんですけど、こういうところを見てほしいなみたいなのってありますかね。はい、ここにもありますように、はい、今実際見えているここに光ってるものがありますけれどもこれは実は光ではない、もしかして闇じゃないか、うん、で目に見えないって言われているものが闇でしょうけれども、はい、実はそこにあったかい何かが宿る、あったかい光、心、例えば心っていうのは目には見えてないんですけれども実は光があるじゃないですか、そういうところをちょっと伝えたいな、なんか表立体じゃないですけど、はい、今見てるものが本当にそれが光ですかみたいな、闇の中にも光があるみたいな、はい、深いですね、まあ、ちょっと永遠のテーマに突っ込んでみたいな、そこでこのメインキャストのヒーローが、はい、ヒーローがそれを探しに行くわけです、はい、探しに行く、はい、それぞれの思いを持ちながら探し始める、でこれも期待、こうご期待、これもね結構はスタートしてるんですか？してます、はい、じゃあ全く始まったばっかりというふうにお聞きしてるんですけれども、うん、福田さんどうですか？はい、ちょっと、まあ、まだね成果スタートしたばっかりなんですけれども、この舞台の意気込みみたいな、意気込み、ああ、はい、書き込みが入ってるそうです。あら、ありがとうございます。あ、和田さんのブログ見てきました。ありがとうございます。あ、お名前が欲しいけどですね。RRSDTSKKHRT5。舞台予約しました。お、舞台予約しました。ありがとうございます。ありがとうございます。和田さんのファンの方でしょうか。ええ。和田さんのブログから。これね、今ですね、なんとこの皆さんの画面右側では、チャットをね、できるようになってます。Facebook、Twitter、Mixi などのアカウントがあれば、こちらの方に書き込みしていただけます。まだお時間ありますのでね、ヒーローたちへのご質問なんかあったら、どんどんお寄せください。あと何分かですけど。もっと早く言ってください。あら、いいよね。あら。まあでもね、こうやってコメント。急げー今なら漏れなく答えます。待ってます。待ってまーす。あ、でも嬉しい。嬉しいですね。あ、ここから、そうです。書き込みますよ。コメントしてくださいね。さあさあ。ね。そこじゃない。じゃあ意気込みみたいな。はい。戻ってきちゃいます。そうですよ。戻しますよ。はい、じゃあ舞台のね、このね、この、はい。まあ、顔合わせもあったかと思うんですけれども、うん、どんな作品になりたい、していきたい、自分の役でもいいですけれども。いっぱい、チケット買っていただいたから、買っていただいた方からのメッセージもちゃんと僕の方に届いてるんで、本当感動して頑張って稽古してます。子供番組カレンジャーやった頃とはまるで違うキャラなんで、それが裏切りになるのか、それとも新しいものを見てもらう、こう喜びになるのかわかんないんですが、とにかく一生懸命やってるんで楽しみに。見に来てください。ああ、ありがとうございます。さあ、和田さんは、行きましょう。そうですね。まあ、この3人が揃えば。はい。ね。そうですね。もう、来たくなってきたでしょ？もう、行きたくなってきました。でもまあ、もちろんアクションもありますし、実際こう、舞台で、共演するってことが実は、ないんですよね、うん。で、大月さんとも皆さんこう、ほんと、古くそれぞれお付き合いさせていただいてるんですけど、こうやって共演させていただくっていうのがなかったので、今回実はこの化学変化を楽しみにして、化学反応、化学反応ね、これだけのヒーローが集まった、また新しいヒーローというか、また新しいストーリーというか。まあ、まだ稽古もこれからまあどんどん、深く、掘り下げていくとこですので、まあ、やりながら、楽しみながら、やっていきたいと思ってます。ぜひ、お越しください。ありがとうございました。いっぱいね、なんか、今、ね、言っただけでいっぱい来てますけれども、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。舞台予約しました。楽しみにしてます。ラサ、
カピーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、特攻スリーターン、海賊戦隊を経由して福田さんの存在を知った頃には役者活動を止めていらっしゃったので、この舞台は嬉しいです。福田さんの過去の作品を追いかけてきてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、BT Q さん、ユーストで舞台やるのを知りました。ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。下に回ってほしいですね。下降りれない。プチってどうやってスクロールできるんだろう。え、そのレベル。じゃあマックなんですよね。来た来た来た。あ、違うですね。また来ましたね。和田さん。和田さんは？はい。読めない。触れない峠。ベニト。触れない峠。触れない峠以来ですね。また間違えましたね。そうですね。触れない峠2年ぐらい前なんですけどね。池袋の。うん、ね、はい。あれはすごかったですよね。お、マリーさん。西田マリさん、舞台楽しみにしてます。ありがとうございます。すごいですね、やっぱり。たくさんの方が、この番組で皆さんを応援していらっしゃるという生の声も聞けて嬉しいですね。ありがとうございます。実際見ていただいてるっていう、こう、リアルに感じますよね。ねえ。もしかして誰もいないんじゃないかっていう。本当に。第1回なのでね、ドキドキしていったんですけれども。わかんないかもしれない。本当ね、私たちはね、皆さんの顔は見れないですけれども、こうやって声を聞いていただくとすごく近く感じます。皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではそれでは、今回の30周年記念公演ということで、和沖さんの舞台、意気込みをお聞きしたいと思います。はい。まあ、今日、メインキャストの3人が、まあ、この席も、お邪魔させていただいて宣伝なんですけども、他にもあと21人の声が出ますので、ぜひ皆さん、お時間ありましたら、劇場、ご来場、ご加盟、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はーい。じゃあ、ちょっと、ね、大月さん、はい、まとめに、こう、やっぱりこの、はい、作演出、この、ね、代表といいますか、ね、この、ね、ヒーローたちをまとめ、すごいヒーローたち、ね、すごい自由なそのヒーローたちをまとめ、さらにこの、ね、若い皆さんもいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方をまとめ、どんな作品に。さっき言わなかった。さあ、違う、総括、総括、ね、総括的に、やっぱりほら、はい、皆さんにメッセージとして。実際、福田さんはもう何年ぶりかという、こうやってみんなの人の前に出るのが生で福田さんに会えるのは、実際この和田くんも、舞台も、まあ、2年ぶりだし、はい、で和沖さんは舞台で、ね、やらてらっしゃるけど、こうやって3人でもうまとまるっていうのはほぼ本当ですね。本当ですね。ミラクルかもしれない。実はで、もっと他にもキャストで、実はこの15年前にみんなで共演してた時のキャストも入ってたりして、あ、すごいもう同窓会みたいな気分も味わいつつ、はい、いい作品をこうみんなで作っていこうという、こうなんか、ね、すごい、ある意味、皆さんこう顔見知りだったり、古くからの知り合いだったりっていうので、うん、こうあ、コミュニケーションっていうのはね、もう心の絆っていうのはあるから、そこにこう若手がね、こう、まあ、入ってきて刺激を与えてくれるんで、はい、まあ、いい作品になるんじゃないかと、今からね。いい作品になること間違いなしみたいな。本当、若手大変ですよ。本当、そうなの？ベテランの皆さんが、うん、もう、あうんの呼吸で台本読んでるだけなのにアドリブ入ってたりするから、アドリブ入ってアドリブで帰ってくるから、楽しい。ここにいる若手は大変なんです、すごく。そうなの、りょうこちゃん。頑張って、りょうこちゃん。でもね、こんな方々と共演できるっていうりょうこちゃんがすごい羨ましい。うん、すっごい羨ましいですね。ぜひ見に来てください。はい。6月の29、30。はい。7月の1日。場所は築地本願寺のブディストホールです。ご予約はメールでendlesshills@gmail.com で受け付けますので、ぜひ皆さん見に来てください。はい、ありがとうございます。それでは、こちらのねコーナーを始めたいと思いますけれども、演出、作演出、エンドレスヒルズ作演出の大月英二さん、
ん。今回、30周年記念公演ということで、主役の、和沖さん。そして、和田圭一さん。ありがとうございました。福田むずひろさん。福田りょうこちゃん、ありがとう。若杉りょうこちゃんでした。ありがとうございました。ということで、一旦、CM に入りまーす。どうぞ。はい、滑り込み、稽古の後から、駆けつけてくださいました。ね、はい、水色革命さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。舞台、はい、本番が近いということで。そうなんです。はい、あ、じゃあまずその前にですね、自己紹介からしていただきたいと思いますが、はい、お一人ずつどうぞ。はい、水色革命の、まあ、主役をやらせていただきます。若干今日はリスコさんとの服が被り気味の白田桜です。よろしくお願いします。はい、さ、実はエンドレスヒルズにも出演させていただきます。お、先ほどね。おかげで、いいな、何だろう。なおや、いいなぁ。だからか、なんかね、力半分ぐらいでやってたと思ったんだよね。マジですか、全力でやってないんだよ。マジか。全然やってない。どこでも全力でやってた。はい、どうぞ。はい。奥部直也さんの怖いお姉ちゃん役をやる小原ゆかです。よろしくお願いしまーす。はーい。どうぞ。ヒーロー大好き、やらゆひできよろしくお願いします。いいね、いいね、ひらきくん。はい。主人公、ひらかさくらちゃんの義理の母役の望月美希です。はい、おっ、みきちゃん。さあさあさあ、みきちゃんはね、なんかね、メイクしてる感じなんですけども。ね、さあまあ、ということで、はい、今回の告知、早速行きましょうか。はい、水色革命というのは、この皆さんのカンパニーのお名前という感じなんですかね。そうですね。ね、私なんか初めて水色革命出させてもらうんですけど、はい、なんかこういう、まあ、水色革命でみんなでその演劇界を楽しむものにしていこうっていう革命を起こすみたいなシリーズの今回は第4弾。なるほど。ね。第1弾ですか、はい。出てます。第1弾から出てる人もいる。はい、第1弾から出てます。はい、で、今回は、はい、チラシの裏にはあるんですけど、青チームと白チームって同じ台本を2チームが。ダブルキャストっていうことですよね。そうなんですよ。で、青チームの、はい、私たちは青チームで。主役を。そうなんです。せん越ながらやらせていただいております。
これがですね、なんでかっていうと、はい、この、まあ、豪州、国術と書いて豪州と読むんですけど、国術、なんかアクションですかね、はい、この写真。まあ、そうですね、チラシがそうなんですが、まあ、でもアクションアクションというわけではなく、その豪州を通じて人との、まあ、つながりというか、はい、っていうことなんですけど、この脚本作演の丸という方がですね、はい、元プロレスラーなんですよ。すごいんですよ。そうなんです。でももう引退されて、まあ、執筆活動とかプロデュースの方に回ったんですけども、実は私もですね、現役の女子プロレスラーなんですよ。現役ですか？そうなんです。そうなんですよ。まあ、ちょっと持ってきたんですけど、こちらの、あれれれ私が会場で、売っているこのポートレートなんですけど、え、これ、ブルーさんじゃないの？そうなんです。まあ、これが私の普段の、まあ、え、じゃあちょっとこっちに、なんていうんですかね、さくらさんの、コミカルの、さくらさん、横カメお願いします。広田さくらさん。隙間産業レスラーというジャンルを私が作りました。まあ私しかいないんですけど。隙間産業、広田さくら。え、今現役戦ってるんですか？そうなんですよ。で、マジで？昨日の名古屋で試合で。これ、本番の最終日もそう、本番のラグビーの昼も試合やってる舞台やん。ちょっとこれ面白いから、これも見たい。これコスプレレスラーって言ったら、自分でコスプレを作ってですね、これブル中野さんですね。で、ブルヒロタっていうので、許可なく、こう、許可なくやってる、ね。だからこれあんまり大々的にやっちゃいけないんですけどね。大丈夫ですよ。そう、だから大丈夫です。ちょっと若干ほら、なんか、ちょっとね、若干なんか、あ、なんすか、なんか。まあ、遠目で見たらこの肉がプニッてしてるのもわからない。でもなんか、愛通じるものを感じます。この上が似てるだけは。そう。このムチッと。なんかね、そうなんですよ。北斗晶さんにもすごくお世話になってるんですけど、もうプライベートの北斗さんにそっくりだからちょっとビクビクしてる。やだー、マジで。すごい優しい、いいことですよね。頑張ります。そのですね、プロレスのつながりということで、いつか広田さんとも舞台がやりたいということで、そういうことで声かけてもらって、で、この白チームの私と一緒のヒロイン役の子も、アイドルレスラーなんです。現役の方々が、そうなんです。はい。もう2年目来たもんね。そうなんです。で、3やってる。いや、やってそうなんです。現役でもやってそうな雰囲気を醸し出してるんですけど。そうなんです。で、じゃあこの、国術っていうのはプロレス？違うんですよ。それが、まあ、こんなね、まあ、アクションやってますみたいな感じになるんですけど、はい、この、まあ、歴史上の事実をもとにした内容 になってるんですけど、うん、まあ、第二次世界大戦、ちょっと本当に歴史上なので暗いというか、まあ、悲惨な、事件が元になってるんですけど、はい、第二次世界大戦が終わった後に、台湾で起こった228事件っていう、本当にあったすごく残酷な事件がありまして、はい、で、その主人公は節というんですが、その子は台湾人で、で、その228事件の時に、大虐殺で親をもう銃殺されてしまった。このストーリー自体は、まあ、フィクションですけれども、うん、歴史上の事実ですし、もう絶対そういう事件もあり得たっていう、うんお話が元になっているんですね。うん、で、その節という子が、その、まあ、兄弟の子たちが出てくるんですけど、その子たちと通じて、まあ、まあ、自立だとか、まあ、そういう、なんていうんですかね、夢と希望とかそういうものを見出していくっていう、うん、で、そこに、まあ、ゴーシューというアクションもありというような感じで出来上がっております。ゴーシュー、あ、そうか、国術じゃなくてゴーシュー。そう、これはもう、本当に丸さんが台湾の方なんですよ。そうなんですね。だからこそ説得力があって、どうしても伝えたいっていう。メッセージがたっぷり。すごい、だから本当に、今までずっと知らない人たちも多いんですよ、この事件っていうの。だから、知るだけじゃなくて、もっと、世に広めて、こう、知ってほしい。で、どう、本当に悲惨なことがあったんだっていうことを知った上で、今後、につなげていくっていうような、本当にメッセージ性が強いものになってるんです。そうなんです。え、じゃあ、もう一度この、ゴーシュー、はい、いつから、これはもう来週ですね、これね。来週ですね。6月7日、木曜日から10日まで。え、入りますか？場所は、最寄り駅が西日暮里の、殿広浩二記念劇場という、日暮里にある劇場ですね。はい。はい、そちらで公演しております。6月7日、もうすぐですね。そうなんですよ。7日から10日。10日まで。全6公演ですね。やっております。お時間ある方はぜひぜひ見に来てください。はい。見に行きたいという方はどちらに？
そうですね、あの、個人のブログでも、あの、いろいろ告知してるので、はい、あの、まあ、私だったら、ひろたさくらと言いますが、それで検索していただいたらね、ブログでも載っておりますので、はい、あの、気をつけていただきたいのはですね、同姓同名のエビジョネさんがいますので、そっちには行かないように、あの、プロレスラーのひろたさくらの方を検索していただいたりですね、はい、まあ、この、これ載っけていただくことはできるんですかね、あの、アクセスこちらみたいな。後々、おいおい。そのアドレス教えていただければ、私のブログでも載っけますので。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあぜひぜひしていただいて。講習見に来てください。はい、じゃあ行きましょうかね。見に来る行く行く講習これは決めてるんだ。はい、それではね、慌て、新しくなってきましたけれども、はい、エンディングに行きたいと思います。はい、それでは、エンドレスヒルズの皆さん、まずはお願いします。はい、今日は、もう、第1回ということで、たくさんの皆さんに来ていただいて、本当に、ありがとうございました。ね、いっぱいね、コメントをいただいている皆さんも、本当にありがとうございます。ちゃんと、このメッセージ、皆さんにお届けしておきますので、またね、リツコの窓、6月入ってもやります。また、新しい素敵なゲストをお招きしたいと思っています。今日の素敵な皆さんも、本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは、リツコの窓、またねー。よろしくお願いします。どうも、待ってまーす。